三井ビルディングは東京都中央区日本橋に所在する超高層ビルである。高層部は賃貸オフィス、低層階は商業テナントが入居する複合ビルで、商業区画にはカーリード日本橋の名称が付されている。1999年に閉店した東急百貨店のルーツである日本橋店跡地の再開発事業として、 三井不動産と東急不動産により2004年に、竣工同年3月30日にオープンした。永代通りと中央通りが交わる日本橋、交差点に位置し、日本橋駅とも地下で直結している。日本橋エリアでは2000年代に入ってから、初めての大規模な再開発により竣工した、物件であり、当地の新しいランドマーク的な存在となっている。 6階以上のオフィススペースには、ボファ証券、伊藤中丸紅鉄工などが入居している。オフィスフロアへは1階と6階を結ぶ8台のシャトルエレベーターによってアクセスする構造となっており、商業施設とは、動線が明確に区分されている。6階から各フロアへは、低層階用と高層階用に6台ずつのエレベーターがある。なお、ビル全体の各階へ、 アクセスできる貨物搬出入用のエレベーターも2台存在している。竣工当初は6階から14階までをメルルリンチ日本証券が占めていた。12階にはオフィステナントの共用福利構成スペースオアシスが存在しており、弁当販売、健康チェック、エクササイズプログラム、ボディケア、マッサージチェア、ミンブースなどが用意されている。5階は本来商業施設区画であるが、 早稲田大学が日本橋キャンパスとして利用している。建物が駅と直結しており、社会人学生が就学しやすいこと、また証券業の中枢である日本橋株都庁や、金融政策の中枢である日本銀行などの近くに立地していることを特徴的とする。春工当初は金融、投資、証券分野の高度専門職業人育成を掲げる専門職大学院として、 早稲田大学大学院ファイナンス研究科が設置されていたが2016年以降は早稲田キャンパスの早稲田大学ビジネススクールへと統合された。これに代わって2017年7月以降早稲田ネオが開設されておりサテライトキャンパスとしての機能を維持している。商業区画のカーリード日本橋は地下1階が主に食品、喫茶1階から3階は医療品、 セレクトショップなど4階にレストランというフロア構成になっている。5階は常日の通り、早稲田大学の日本橋キャンパスとして利用されており、またビル街の別当にレストランが入居している。コレドとは、コアエド、つまり、江戸の中心という意味の造語である。三井不動産グループの三井不動産商業マネジメントが運営しており、ララポート。 三井アウトレットパークなどと同様の三井、ショッピングパークの共通サービスが提供されている。2004年開業時には33店舗が出店。各店舗として、プラザの新業態、セレンディピティが3階フロアを占有し、また宝のコンセプトショップ、ガレージが1.2階に、メゾネット形式で入店するなどの特色があった。しかし開業後の業績は不振であり、 ガレージは翌2005年7月10日で閉店。セレンディピティも2009年2月22日に閉店している。地下1階の主要テナントであった東急ストアウ営エの食料品、スーパー、プレッセも2014年3月30日に閉店している。カーリード日本橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。